写真拡大。アンテロープ、10月2日、中山ゴアール2歳新馬芝1600メートル、2着。牝馬限定の新馬育成で3番人気に支持されたロードカネロアサンクは好スタートを決めて、内から花を主張したガルブグリーンを見る形で2番手で運んだ。600メートル通過が37秒6、小重馬場という超スローペーストで、直線では鞍上の3キロ減もあって逃げ馬が止まらず、1馬身差の2着と惜しい内容だった。三浦スメラギ聖騎手はゲートを出てリズムよく運べました。今日は相手が減量騎手でスイスイ行かれてしまった。それを追いかけて最後まで頑張ってくれたと思いますとセンスの良さを評価した。ハハマアブルカテドラルは重賞のアルテミス S13 年を含めて芝のオープンで2勝を挙げており、母系も筋の通っている。相手一つで勝機は近いと見る。坂本達陽。